版で英語でお伝えした際に、仮用に停止する前に国際的に許容される水準まで処理されることなどをお伝えしていましたけれども、ニュースの見出しですとか、ツイッターに対して視聴者の方からですね、水が処理されてそのまま放出されるような誤解を与えかねない表現があるというご指摘を受けました。今回のニュースにつきまして、海洋に水を放出する前に処理されることを明確にするために、見出しを処理された水トリーキッドウォーターという表現に、差し替えるとともに、差し替えた経緯など NHK ワールドジャパンのホームページに、掲載いたしました。今後も国際放送の英語表現などについてより正確なものとなるよう努力を重ねてまいりたいと思っております。足立君、今日は天才賞の新幹線を見ていただきます。今朝の今日の今日ですから大変お忙しい中、ちょっと髪の毛も寝てないんじゃないかという感想があったんですけど、普段からそんなことないです。大変なお仕事をしてこられた今朝の決定は私は評価をします。一部野党が批判をしてますが、特に枝野さん、けしからんね、あの人は。当事者であるにもかかわらずね、なんだと反対って首を振りまいて、もうね、枝野代表はね、これはもう大変な大罪を犯していると思うんですね。その中、色派です。色派、公共放送でしょ。
かなか立場の方から申し上げにくいわけですけども、とにかく国際番組基準に基づき、やはりあの国の重要な政策に関わる事項等の必要な事項を指定して、放送を行うことを要請する仕組みとなっておりますので、そのことをしっかりと肝に銘じてやっていただきたいと思います。足立君、ありがとうございます。違う気持ちで困ります。あのやっていただけるというふうに理解をしました。私たちは、この処理水についてのね、あの不満もあります。なぜ福島だけに負わせるのか、全国でそれを支えるべきじゃないかということをずっと言ってきましたが、政治決断をされたことについては要求しています。これからも国のためにしっかり追及すべきやし、お支えすべきやしということをお誓いして進まれます。ありがとうございます。
これどうするかというのを判断した。まずこれ総務大臣の判断にかかる事項なんですね。それを課長と局長だけで判断してるとは思えないし、大臣に挙げてなければ法律違反になるんじゃないですか。吉田情報流通行政局長、お答えいたします。総務省の行政文書取扱い規則におきまして、放送法第166条第1項または第2項の規定に基づく認定の取り消しにかかる決裁者は、情報流通行政局長となっております。ただ本事案は、外資規制違反という重要な事案であることに鑑みれば、大臣に報告すべき事案であったと考えており、その点は当時の担当者の